田中国夫田中国夫は、日本の新旧市、マッサージ市。田中マッサージ院創設者。18歳で失明後、福祉活動に生涯を捧げる。兵庫県盲人福祉協会会長、姫路身体障害者協会会長などを歴任。妻は、田中静子、お岩建築家、長岡正義。兵庫県田島地方に生まれ、学力優秀。 スポーツ万能であった国尾は18歳の時に突然脳の視神経の病気により失明する。国尾の母はあらゆる病院に行き診断してもらうが良くなることはなかった。第二次世界大戦が勃発。盲人となった国尾は戦争に行けなかったことを大きなコンプレックスとして感じ、そのパワーを後の人生へと転化することとなる。 持ち前の知力と行動力で兵庫県盲学校を卒業。盲人弁論大会では周囲を驚かせほどの雄弁を見せる。戦後、焼け野原となった姫路にマッサージ員を開業。同様な盲人へ手を差し伸べ、盲人も自立し、自らお金を稼ぎ生きていくことを教えた。物ののない時代、国を自身は何も食べずとも彼らに食と食を与え続けた。東京である、 三方軍村岡町から長岡静子を妻として迎える。義父、長岡裕二は、国王のことを我がこのようにしたい、物もお米のなかった時代、村岡から姫路までリュックにお米を詰め、当時の汽車に乗り長い道中を何度も通った。国尾は裕二への感謝を忘れず生涯、妻の実家を大切にする。記憶力に優れ、徳のある国尾は、多くの人脈を作り、 福祉の活動を積極的に行う。暇さえあれば、国会中継や、テープやラジオからの情報をすべて記憶し、誰よりも、知識と見識を持っている国をは、選挙になれば、必ず演説の依頼が来るなど、国をの情の深い話に感動した人々から、様々な講演依頼が来る。兵庫県盲人協会会長、姫路身体障害者協会会長、 日本盲人協会理事など多くの役を望まれ、自らも積極的に活動した。妻、静子は、目の不自由でありながら、多くの活動をこなす国をや、忙しくなった田中マッサージ員の経営など、すべてを献身的に支え続けた。平成4年、君後等総公局実賞を受賞した国をは、夫婦で天皇陛下より、ねぎらいのお言葉をいただいた。この時、 失明し、戦争に行けなかった、悔しさや、戦後、何クソと一代で、田中マッサージ院を築き上げるまでの苦しさなど、様々なことが脳裏を横切ったという。しかし、何よりも妻、静子の手を握りしめ、静子への言葉にならない感謝とお礼で一杯であったという。戦後の姫路市の町を先進的な福祉の町に導き、多くの盲人に希望と勇気を与え、 平成12年2月10日、80年の人生の幕を閉じる。この日、日本国は国を16位に除するという通知を送る。兵庫県新旧マッサージ師会兵庫県新旧マッサージ師会兵庫県新旧マ,マッサージ師会。ありがとうございます。